今日はですね、緊急でカメラを回しております。なんでかっていうと、急遽ですね、この私たちのね、トレーラー、キャンピングトレーラーを手放すことになりました。はい。はい。OK, ready? Here we go!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  というわけで、急遽ですね、このトレーラーの、まあ、思い出を、うん、それから、まあ、メリット、デメリットとか、うんうん、そのあたりをですね、最後にいろいろとおしゃべりをしてみようかなと思いまして、はい、カメラを回してる、うん、そういった次第でございます。さようならキャンピングトレーラーの回。はい、そういうわけでね、緊急で動画を回しております。早速振り返ってみたいなと思いますけども、はい、まずそもそもなんでキャンピングトレーラーを選んだのかっていうところから話をしてみようかなと、うん、なぜならまあ僕たちはバンライファーだったし、うん、そもそもハイエース1台で旅をしていて、でね、キャンピングカーとかさ、キャンピング仕様になったハイエースとか、まあ、いろんな選択肢があった中で、あえてこのキャンピングトレーラーを選んだ理由、うんみたいなところを話してみようかなと思うんですけども、うん、理由はたった一つですね。はい。勢いだけです。あ、そうだったの？はい。はい。その通りです。ぼやっとね、あ、キャンピングトレーラーとか引っ張ったらいいなみたいなところから、うん、たまたまネットで見つけたこの車体がね、うん、すごく、状態も良かったし、それから、うん、まあ価格帯もね、俺が理想としていた価格帯だったし、うん、とかっていうだけです、うん、なんかあの時さ、ずっとトレーラーチェックしてたよね、ネットでね。まあね、うん、あの一つの選択肢として探してはいた、ね、けども実際ほらもう絶対トレーラーだって決めて探してたのではなくて、まあ、まあ、あくまで選択肢の一つとして探していただけなんだけども、たまたまネットでそれを見つけて、そんで、急遽あの3日後ぐらいにね、これちょっと実車見に行くぞって言って、うん、で、実際にこの車体を見て、うん、もう完全一目惚れでしたね、あの時はね。そうね、あの欲しい装備、それから、うん、空間広さとかさ、うん、条件がもうドンピシャで合致して、うん、で価格帯も用意していた予算内にも収まるぞというところで、うんうん、車を見に行った2日後には、うん、正式に契約を決めてしまいましたと。そうね、はい、確かに勢い、うん、完全に勢いで買いましたね、うん、なので購入の、契約だけ、済ましたところで急遽またヒッチメンバー取り付けたりとか、それから全部後付けトレーラーの登録をしに行ったりとかっていうのを、うん、慌ててその後から調べ始めたっていう、うんうんうん、人生の8割を勢いだけで来た男、私今回このトレーラーも、まあ、同じような理由でそもそも選んでると、はい、いうわけで、まあなんかね、前々からトレーラーがとかっていう理由じゃなかったんだよね。まあ、あの恋と一緒、一目惚れって大事よっていう話。じゃあオンラインっていうことはマッチングアプリ的な感じ。いいな。バカか。まあそれぐらいさ、なんつうの、出会いは風の中、そういうことなんですよ。あの一目惚れって、まあ、あらゆる決断をする中でもすごく大事な要素だよっていう言い訳、まるで私たちの出会いのように、まあ、そんな感じ、勢い勢い、まあ、そういうわけで、そんなね、買った理由に対してあまり人に話すようなほどの理由はないです。まあ、でもあのいい車体に巡り合えたっていうのはね、本当にこれは叱るべくして、うん、そうね、引き寄せかもしれないね、うん、出会ったんじゃないかなと思いますと、うん、その次ですね、はい、はい、まあ見つけてから購入までのスピードって今ね話しちゃったんだけど、うん、本当に芸能人のスピード結婚みたいな感じで、うんうん、本当実車を見てから3日で購入しちゃうっていうこの無謀さというか計画性のなさ、うん、相変わらず
え、でもそれを2年で手放すってスピード離婚とかじゃなくて、まあまあ、それに近いものがあるかもしれないけども時は来たり手なんですよ、全てにおいて。だってほら、トレーラー持ってる人ってさ、下手したらこの前のオーナーさんは車庫保管しててほぼ使ってなかったらしいとかっていう話だったじゃん。そうだった。この前のオーナーは8年間ガレージ保管してた、うん、そうそう、だからね、状態も良かったし、うん、そうだね。それに比べるとさ、うちらは相当さ、真冬も真夏もあっちこっち連れ回したわけだね。そうだね。じゃあ早速ですけども、このま2年間ね、このキャンピングトレーラーで数々の旅をしてきた中で、スミ、うん、さんが一番印象に残っている旅を一つだけ挙げてください。強いて言うならば、1年目の東北の年末年始の冬の旅、うん、でやっぱり松川温泉でこのトレーラーを引っ張っていったがためにスタックしてしまって、うん、結構やばい状態、もしかして一晩ここで越さないといけないかもっていうぐらい焦った時が、なんかやっぱあのトラブルっていうのはね、一番思い出に残ってるかもしれないな。まあね、初めての冬のトリップの初日の夕方の話だからねそうそうそう、しかも山奥でね、しかもね、宿のおかみに来ちゃダメですって言われたのに行っちゃって、案の定スタックしてね。そしてそばにいたキャンピングカーのおじさん、口は出すけども手は一切貸してくれないっていうねでも見守っててくれて、うん、見てるだけかいみたいなねうん、いろんな思い出がある中で、まあ、スミさんはあの時のスタック、うん、まあそうだね。俺はね、やっぱり買ったすぐ直後に北海道トリップ行ったでしょ。あ、それもそうね。もちろんやっぱり、ね、初めての旅だったから一番印象に残ってるんだけど、その中でも知床半島の一番最北端、うん、エンドブロードね、道路が全部終わりのところまで行って、うん、旅をした時に、うん、とにかく、SNS で「熊が出る熊が出る熊が出る」って言って人の旅にちゃちゃ入れてくるおじさんたちのコメント。でも本当にあの夏はニュースでめちゃくちゃ言ったの、知床熊出るって。そうだったね。そう、うちらが知らなかっただけで、うん、そうだね。何事もなくてよかったけど。でもあのロケーションはさ、だってトイレもないし、本当に道の先っぽでさ。うん、ね、今考えればそんなクマが出る出るって言われたところ、よくしゃぶしゃぶとか優雅にやってたの、ね、匂い撒き散らしてね、肉のね、知らないって怖いよね。もう二度とやんないけどね。そうね、まあ、でも、今の話の中でもそういうこともあったけど、うん、実際ロケーションとしてもすごくいいところだったじゃない。なかなかあそこで車中泊できる人いないと思う、うん、そうだね。しかもトレーラー引っ張って、なんかでも国後島とかエトロフ島とかさ、見えてたよね、向こう側にね、うん、そうだね。なんか本当最北端に来たっていう、うんうんうん、こう印象というか実感をこう受けながら泊まった、あの朝の景色がやっぱね、俺はね、うん、すごく印象的だったなと思って、うんうん、でトレーラーじゃなかったら来なかったんじゃないかなっていう気もしてて、ああいうところもね、確かにチョイスしてなかったかもしれない、知れないよね、うん、まあ、そういう意味で、まあ、一番印象に残った旅っていうことで、まあ、それぞれお互いね、その夏の旅と冬の旅とありましたけども、うん、すごくいい思い出をたくさん作ってくれたキャンピングトレーラーでした。はい、じゃあ次ね、はいはい、このトレーラーのね、まあ、最大のメリットってみたいな話をしようかなって思うんだけども、はい、あえて、まあ、キャンピングカーよりも優れてるところっていう部分で一つ紹介したいなっていう部分では、うんうんうん、やっぱね、トレーラーって、動力がついてない、うん、単純に完全にこう、うん、部屋を持ち歩いてるので、この空間がさ、全てきっちりと有効活用されているっていうのが、うんうんうん、なんていうの、その空間の広さとかっていうのが、やっぱり同じこう、なんつうんだろう、長さ幅高さだとしても圧倒的に広いというかね、うん、有効に使えるっていうところが、うん、キャンピングカーよりもすごく優れているなっていうところであったり、うん、それから、まあ、場所には限定できるけども、限定されるけども、切り離しができるので、うん、デポできるじゃない、うん、このトレーラーの部分自体を、うん、でヘッド車だけで、うん、
こうドライブ行ったりとか、うんうん、例えば買い物行ったり、ね、お風呂行ったりみたいな、そういう行動パターンもできると。ちょっと止めるところがね、あの条件はあるけども、うん、そういうふうに行った先でこうスプレッドできるっていうのは、うん、行動の仕方としてはさ、うん、すごくいろんな活用の幅があったなっていうメリット、ね、まあこの辺は大体みんなも想像がつくと思うんだけども、あでもあともう一個大きいところで言うと、スプレッドできるからこそ普段使いっていう意味でキャンピングカーしかないとさ、うん、もうちょっとした買い物全部キャンピングカー出さなきゃいけないけど、トレーラーだったらさ普通にね引っ張る車だけ。今僕その話しましたよね。あ違う、それは旅先での話普段の生活で。ああなるほどね。そう、まあまあキャンピングカーだけの人ってあんまいないと思うんだけどね。 いるいる。あそう、うん、いるいる。子供の塾のお迎え、あのキャンピングカーで行ってる子がいるから。確かになかなか、ほらだって2台止めるスペースってさ、うん、ね広くないと難しいじゃん。まあそうね、そういう意味ではね、うん、普段使いと切り離しができるっていうのも、そうそう、必要な時だけ引っ張っていけばいいから、普段の暮らしの、ね、中では普通の車だけを使えるっていう、うん、なんでまあキャンピングカーと比較するっていうのもそもそも違うのかもしれない、うんね、けども、まあ、一つのこうバンライフのスタイルとして、うん、いいところとしてはね、そういうところがたくさんあったりするかなっていう、うんうん、で一番の俺魅力って、まあ、一番って言い切っちゃうのもどうかと思うんだけども、すごく大きな魅力としてやっぱ維持費がね、うん、すごく安い、うんうんうん、維持費がかからないっていうのはキャンピングトレーラーの、まあ、最たる魅力の一つだと俺は思ってて、うんうん、これ車検通したの、自分でユーザー車検通したから、はいはい、実際に分かったんだけども、まずね自動車税毎年かかるやつね、これね12,000円、安い。それから自動車重量税ね、これが車検とかにかかるんだけども、うん、8,200円、うんうん、それから自賠責保険が5,440円、うん、それと検査費用は多分その検査場ごとに多少違いはあれど、俺がね3,000円ぐらいだったんだよね。全部1万円以内じゃん。うん、だからね全部でね車検にかかってる費用はわずか16,000円ぐらいで済んじゃう。車検だよ。でプラス、自動車税が、まあ、毎年1万円、1万2,000円かかるっていう程度で、これちょっと今数字はすぐ出てこないけど、キャンピングカーになると、例えばだけどキャブコンっていうんだっけ、例えば8ナンバーだとしても、まあ、車検の時はそこそこかかるんだよね。特に重量税とかめっちゃかかるし、うんうん、そう考えるとやっぱ維持費が圧倒的に安い、うん、けどもその大きなキャンピングカーと同じぐらいの空間を持ち運びできるっていう部分ではすごくね、あの一番と言ってもいいぐらい大きなメリットなんじゃないかなっていうふうにね思います。なんせ動力ついてないんで、それからトラブルも少ない、うん、あ確かにね、うん、エンジン周りとかね、そうね、うんうん、まあまあいわゆる車が壊れるようなトラブルが少ないっていうのも、まあ、一つ大きなメリットかなというふうに思いますと。購入費用自体もだってね違うでしょ、まあ、全然そうだよね、うん、キャンピングカーに比べたら圧倒的に安く、ね、今キャンピングカー高いからね。まあただこれこの750クラスってさ、牽引免許なしで引っ張れるこの規格のタイプのもので比較した場合っていう話なんでね、うんうん、大きくしようと思えばさ、逆に言うといくらでも大きいのあるわけよ。まあそうね、あるじゃない、何20フィート30フィートみたいなさ、本当うん、家ですかっていうのを引っ張ってる人たちもたくさんいる中で、まあ、これが現実的に4人家族が寝泊まりしながら1週間とか10日とかね旅するのにベストサイズであって、牽引免許なしで引っ張れてっていう750キロ以下っていう条件の中では一番ベストなサイズの中でのこうメリットの話だったと思います、はい、じゃあ今度逆にデメリット。あデメリットね、うん、これ言ったらキリがない。妻の悪口を言うのとデメリットを言うのがもう同じぐらい出てくるひどすぎる。デメリットをちょっとお話ししていこうと思うんですけども、うん、やっぱもう最大のデメリットはやっぱり長すぎると、うん、つまり、うちはヘッド車がハイエースだったので、うん、これで牽引すると全長11メートルになってしまって、うんうん、この長さで旅をしようとすると日本の道路事情にはあまりうまくフィットしなかったというか、うん、この長さがあったおかげでっていういろんな制約があって、うん、まあ、これが僕たちがこの
トレーラーを手放す最たる理由にもなったところでもあるんだよね。そうね、うん、結構入りたい飲食店に入れなかったりとか、一番はそこだったと思う、うん、そうだよね、うん、旅先でも飲食店に入れなくて、うん、結局自炊せざるを得ない、自炊せざるを得ない、ないしはコンビニ弁当で済ますっていうことがたくさんあったんだよね。あったね。俺あの青森をさ2週間旅をした時に3回か4回コンビニご飯になった時があったでしょ、うん、あれ結構ねすごいショックだったの、うん、なんでこんな本州の一番端っこまで連れてきたのに、うちのそこのローソンと同じ弁当を食ってるじゃんか、ね、全然ご当地の美味しいものでは。あとうちほら、うちっていうかね、我々ラーメン大好き家族なのに、とにかくラーメン屋に入れないっていうね、うん、まあ飲食店においては、ね、あらゆる飲食店に入れなかったっていう、そのそれがねやっぱね、旅をしていく上でその僕たちはさ、その地のものを食べるっていうのを一つルールというかね、うん、大事にして旅をしてたにもかかわらず、その土地のお店に入れないっていうのが大きかった、うん、理由はやっぱ長すぎるっていうね、うん、そうだね、うん、かといってね、ご飯食べるためにどっかにトレーラー止めてっていうわけにもいかなかったしね、移動の流れの中の話なので。そうだね、うん、なんか散々こう行きたいからって言って駐車場を探してあげく諦めるっていうパターン結構あったよね。あったね。俺ね一番忘れられないのは旭川、うん、旭川に行った時に、うん、俺も旭川ラーメンが食べたくて食べたくてしょうがったのに、そうだった、巡ったラーメン屋さん5店舗ぐらい全部止めらんなくて、止めらなかった。結局最後ショッピングモールの中に入ってるラーメン屋さんで、かろうじて普通のラーメン、何でもない普通のラーメン食ったっていうのもあったじゃない。結局一番のデメリット、今の話は飲食店がメインだったけども、我々の旅は、我が家の旅は、うん、やっぱりサーフィンを軸にして夏は特に、うん、旅をしてたじゃない、うん、その上でそのサーフポイントに入れないとか、うんうん、サーフポイントの駐車場に止められない問題っていうのもあったりとかして、うんうんうん、本末転倒になったわけさ、うん、行きたいところに行ったのに止められないっていう理由で、うん、そのサーフィンができなかったりとか、うん、なんか違う、ね、ポイントに移動しなきゃいけなかったりとか、うん、結局この長さっていうのがすごく制約を生んでしまったっていうのがあって、冬はねそんなに問題なかったんだけど、スキー場の駐車場って大きいから。そうだね、うん、そうね、大型車が止めるさスペースがないところじゃないともう完全アウトだったもんね。サーフィンのスポットで大型車を考慮した駐車場なんてないからね。はっきり言ってないね。観光地だったらかろうじてあるけど普通のとこはないもんね。そうだね。あと正直言うと、うん、サーフポイントにバカでっかいキャンピングカーが入ってくるとやっぱみんないい顔はしないんじゃない。まあまあそうね。その上で11メートルもあるトレーラーが入ってきたら、うん、それはあんまりよくは思われないなとかって、うん、なんかストレスになっちゃったんだよね。その旅の途中で止められないっていうことが理由で諦めなきゃいけなかったり、うん、別の回避策を出さなきゃいけなかったりみたいなのがあって、これ旅の仕方によっては何の問題もないと思うんだよ。我々みたいにどうしても移動する旅、移動するすごく移動する旅とその海に行きたがるので、うんうんうん、なんか条件に制約があったというかね。あ、まあね、うん、こうじゃない旅、 RV パークを巡る旅とかさ、オートキャンプ場を巡る旅みたいなのをするんだとしたら、そんなにこの長さが原因になることはなかったかもしれない、うん、そうね。あとやっぱもう一個はさ、ほらどうしてもハイエースにこれを引っ張ってると中型車プラスで大型車扱いになるから、遠くに行くとさ見たことない数字がさ料金表に出てくる。高速代の話ね、それは。そう、高速代ね、出てくるじゃない、うんうん。あとはなんかそんなのもあって、なんかどうしてもこう西に行く機会が減ってしまった。そうだったね。遠で、うん、と高速道路で長距離を走るのを避けてどうしても旅をメイクしてたから、一回も行かなかったね。トレーラー連れて東名高速に乗って向こうに行こうっていう気にならなかったもんね。ね、渋滞してるしね、うん、高速道路で走ることでそこの時間を少し、ね、節約したかったんだよね、うん、
この時間を節約っていう意味では高速道路も80キロしか出せないと、うんうんうん、でこれルールとして80キロっていう制限もあるんだけども、そもそも物理的に80キロ以上出せなかった、うんうんうん、本当ね100キロとかね出せないの、トレーラーを引っ張ってると、うん、後ろがスネーキングってね、あの振り出しちゃうっていう事故の一番の原因でもあるものがあったりとかするので、うんうん、なんていうの、時間がかかる移動に、うんうん、かかる、そうね、だからあんまりこうかか昔みたいにね10日間かけて九州一周みたいなことがやりづらかったとかね、うんうん、もっともっと日にちがあればできるのかもしれないけど、あのよりによってさ、青森の一番端っこまで高速道路で行くっていうプランの時に限って ETC のカードが切れてて、まさか常磐道の一番スタートから青森道八戸道の一番最北端までフルフルにお金、しかも大型車で払って、うん、3万3000円、うん、3万5000円とか払うときさ、俺もうカードの手が震えたからね。ああっつって。もう後戻りできなかったからな。そうだよね。とかっていう、まあちょっと、なんつうの、さっき言った維持費と逆にね、うん、交通費かかってしまいましたみたいな。そうね。そういうのもあったりとかしたので、当然一長一短なんだよね。そうそう、これ、僕ずっと言い続けてんだけど、快適を得るということは、不便も同時に得るということ、うん、なのでその両方を、理解して楽しめるようにならないと、うん、そもそもこういうちょっと人と変わったスタイルの旅っていうのは、うん、あの難しいというかね、うん、いろいろと普通じゃない条件がついてくるみたいなところがあるので、うんうんうん、そういうのはね、多分ね、購入する前にちゃんと調べるべきなんだよ。あ、まあね、俺勢いで買っちゃったからあんま調べてないね、そう言われれば。いや、後付けを買った後にどんどん調べ始めて、みたいなことが、ああそうか、高速料金のことも後から知ったもんね。そう、あれ大型だよみたいな。あと ETC カードのセットアップ変えないとあの ETC 引っかかるよとかっていうのも あれも旅のギリギリに知ったんだよね。やべえ、オートバックス行かなきゃみたいなさ。そうか、うん、なんで、まあ、皆さんにアドバイスするとしたら、ちゃんとご利用は計画的に本当にそうだね、うん、計画的に考えて購入までのロードマップ引かないと、いろいろ後から痛い目に遭いますので、ご注意をというわけで、うん、非常にメリットがあれば当然デメリットもあるということで紹介したんだけども、でもトレーラーはさっき言ったみたいに他の、うん、キャンピングカーとかとは全く違う使い方とか、それからこの空間の広さみたいなものがすごくメリットというかね、うん、いいところだよっていうところで、うん、青森で2週間休み取って、そのうちの1週間を青森でワーケーションするっていうのを去年の夏休みやったけど、うん、その時にこれを RV パークにデポして家として使えたじゃない、うん、そんで家族4人がね、ちゃんとそれぞれの場所を持って暮らせてたっていう使い方ができたのは、うん、やっぱりこのキャンピングトレーラーのいいところだったよね。そうだね。いや、他の車だったらさ、ずっと1日家族4人がその中で過ごすってあんまりありえないじゃん。家族4人だからね。そう、だからそういう点では本当になんか別荘を持ってきたみたいな感覚と、うんうん、あとやっぱ私的にはキッチンが、うん、下手したらこうね、こうマンションとかにありそうなこうキッチンがそのまま使えるぐらいの大きさだから、普段料理するのにも全然不便なかったし、うん、あの自炊も全然苦にならなかったし、うんうんうん、っていうところはすごい大きかったなと思うかな。まあ、結局あの学生マンションのワンルームみたいなぐらいの広さはそうそうそう、あるもんね。そう、うん、まあ、あとやっぱトイレがあるってのも大きいと思うよ。そうだね、緊急時とかね、うん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 、冬とかね、トイレと、まあ、シャワールームがあったりとかしたっていうのも、もう必要最低限のものは全部この中に揃ってるから、うん、まあ部屋だったからね、本当に そこは本当に何者にも代え難い快適性を得ることができたよね、うん、このキャンピングトレーラーを購入したことで。確かにそういう意味ではさ、うん、その冬のトリップで俺はキャンピングトレーラーが一番活躍したと思ってて、このトレーラーを持ってる最大のメリットというか恩恵を受けられたのはやっぱ雪山のトリップだったなと思ってて、うんうん、スキー場の駐車場とかでも泊まることができたじゃない、うんうん、その時に快適だった理由は
断熱がしっかりしているから、FF ヒーターだけで、もう十分暖かく過ごせたこと、いや寒いと感じたことは一回もなかった、うんうん、本当だね、うん、なんなら T シャツで過ごせたぐらいだ、ね、もう暑くて起きる、暑いみたいな、うん、そうだよね、そういう意味でのやっぱこう冬をちゃんと冬仕様を考えられて作られてたトレーラーだったっていうのもあるし、うん、そのトイレね、うん、冬東北のスキー場って夜間はトイレクローズしちゃうから自分たちの車の中にトイレがあったっていうのは、うん、あの旅で一番活躍したところでもあったし、ね、うん、スキー場の駐車場って生実家でかいからさ、特に地方のスキー場なんて、うん、だからもうねどこでも止める場所があったし、うんうん、僕たちの旅のスタイルの中ではやっぱ冬のスキートリップ、うん、の寝床として運べたっていうのは、うん、もう最大の価値だったんじゃないかな。そうだね、それでもやってみないと気づかなかったね、うん、そうだね、だって冬トレーラー引っ張ってくって大丈夫なのって、いや本当に怖かったよ最初は、ね、うん、って思うけど、でもそれができちゃえば一番快適だったねこれが、ね、そうだね、うん、まあ言ってもさ、うん、と国道とかは結構ちゃんと除雪がされるからさ、うん、あの山道だよね、スキー場に向かう山道とかが一番怖かった、しかも下りとかね、うん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 、そういうリスクはあったけれども、でももう朝一すぐにスキー場にアプローチできてとかっていううちらの遊び方を、最高の環境で実現できた、うん、その相棒としてはこのキャンピングトレーラーって最高だったなと、うんうん、なんで冬ね、冬の旅スキーとかスノーボードを軸に旅をされる方にはねすごくおすすめ、うん、キャンピングトレーラー、うん、いいと思いますので、うん、ぜひご検討いただければと、うん、なんで俺らがセールスしてまあメリットとデメリットということで、まあね、はい、妻と一緒いいところもあれば勝つところもあるとそれはお互い様、ね、なんで一旦このキャンピングトレーラーは手放すということになりまして、うんうんうん、もう一度今ねハイエースでの旅に戻ろうかなと、一旦戻りつつ、まあ、今後ね、うん、キャンピングカーなのか、うん、例えば何ハイエースのスパロンタイプのキャンピングカー選ぶのかっていう新しいこうステージに上がるのかもしれない、一旦またエースケに戻りましょうかっていうところで、うん、これを手放すことを、うんうん、決めました。すなわち快適性よりも機動力を取ったってことでしょ我が家はそうだよね、うん、でね、また九州にも行きたいみたいなのも あるのでね、うん、一旦ちょっとまた元のスタイルに戻して、うん、今後どうするかを検討していきましょうみたいな、うんうん、家の敷地内にこの自分家の自家用車とキャンピングトレーラーを止められるだけのスペースがあれば、うん、実はこれ離れにもなるので、うん、そういう活用の仕方ができてて、うん、うちの子供たちはね、うん、お泊まり会みんなこのトレーラーを使ってねやってるね、息子も娘もね、そうだよね、友達呼んだ時に家あげるのはちょっとあれだけどここだったらいいよっていう感じでなんかこう気軽にね、うん、使ってもらえたりとか、ね、あと子供たちもやっぱ離れて母屋と離れるからなんつうの外に泊まりに来たみたいなさ特別感を感じることができたりとかちょっと隠れ家的な、ねね、感じもある、ね、あとほら夫婦喧嘩した夜は俺がここへエスケープしてきたりとかそれから近所のママさんたちとねここで飲み会やったりとかね俺もパパ友とかが来てさ、うんうん、ここで飲み会やったりとか、まあ、あとリモートワークとかでも使ってたりして、そうね、ミーティングしたりとか、ね、家の中だとね子供たちの声聞こえちゃうからここでやるとか、うん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 、結構いろいろ使ったよね。そうなんだよね、だから駐車場を借りて止めてる方には、うん、全然意味のない話なんだけど、うん、家の中に駐車スペースが確保できるところであれば、うん、もう簡単に離れが作れるっていうそういう活用の仕方もあるので、うんすごく ね、あ、なんだったらキッチンカー的な使い方がもうねできなくもないから、まあまあね、アイデアの幅は広がるけども、まあうちは一旦、手放しますっていう。トレーラーって最高だなって感じたのはどんな時ですか？じゃあまず小鳥さん。初めて乗った時に。ハイエースより全然スペースあって、うん、患者のいびきがあんま聞こえない。そこは別に言わなくてもいいかな。トイレがある。ああ、トイレね。北海道、
夏休みトレーラー引っ張っていきましたね。フェリーに乗ってメマンベスの湖のところでキャンプしたりだとか、 あそこの湖のキャンプ車中泊良かったよね。良かった。だってさ、トレーラーの窓からすぐ湖が見えてさ、すっごいロケーション良かった。なんかその後北海道めっちゃ広い道をずっと走って、なんか公園みたいなとこ、ひまわりの公園。次は東北スキートリップ、はい、2回行きましたね。その時の一番の思い出は何かありますか？アミハリの海に泊まった、うん、なんていうの、ホテル RV パーク。あ、もう覚えてる。そこにね、家の中に可愛いワンちゃんいた。あとほら、なんだっけ、1年目行った時は青森のあそこ、道の駅と温泉があるところ、関所の門がある。あそこいいしね。あそこも良かったよね。結構いろいろ思い出あるよね。大冒険だったね。5つ目の質問です。去年の夏休み、青森八戸の RV パーク行ったの覚えてますか？あの豚の飼ってる人がいた。あのプールとか入ったよね。4日間このトレーラー RV パーク青森に置いたでしょ。そこで暮らせると思いましたか？ねえ。ハイエースよりは、その時は楽しかった？青森4日間 RV パーク。あ、はい、次、青家の質問です。湯沢で1週間、このトレーラーに父ちゃんと2人で住んで、このトレーラーから湯沢小学校に通学したでしょ？ランドセル背負って。あの、1週間の暮らし、してどうでしたか？トレーラーね、友達とトレーラーで一緒に寝て泊まったし、すごい良かったよ。父ちゃんとの二人キャンピングトレーラー暮らしはどうだった？鍋よ、もう美味しかったし、良かったよ。楽しかった、うん、いい思い出だね。じゃあ最後に、もうね、本当にこのキャンピングトレーラーはなくなっちゃうんだけれども、それについてはどうですか？率直に思うところ。エアコンも涼しかったし、あったかかったりして、ヒーターがね、家みたいで、うん、すごい良かったよ。と冬とか夏も使ってきたし、うん、なんか普段ここにいる時も、うん、友達とか呼んで、こことかでもわちゃわちゃしてる。ああ、はいはい、小鳥結構それやってたね。ちょっと寂しいです。もうこの夏で2年だけど、結構いろんなとこに連れてたもんね。雪山も北海道も海も連れてったし、ね、旅の相棒だったから、ちょっと思い入れがね、いろいろあるから寂しいね。うん。けどまあ2人にとってはすごくいい思い出がたくさん詰まったトレーラーってことだね。はい。子供たちのインタビューでした。じゃあ、キャンピングトレーラーはどんな人におすすめですか？まずね、さっきも言ったみたいに、うん、だいたい行くところが決まってる人、キャン、うんうんうん、RV パークだったり、オートキャンプ場だったり、うん、自分がもうお気に入りのところ、うん、ああ、もう行く道中もどんな道か分かってるし、トレーラーでも行けるしっていうのが、もうあらかじめちゃんとこう、そう分かってて行けるっていう。で、そこに長期滞在されるような方、うん、にの旅としては最高におすすめ、うん、そう、長期滞在型、うん、1箇所にね、うん、1箇所ないし2箇所とかね、うんうん、あんまり移動しないタイプの旅で、うんうん、 そうね、その行った先に快適な空間が欲しい、うん、テントいらない、うん、ね、でもあのバンとかだとちょっと手狭、うんうん、っていう人にはこのトレーラースタイルはもう最高にマッチする、うん、でヘッドシャワー外れるから、うん、そこからね、買い出しとかさ、うん、お風呂とかっていうのは機動力高く動けて、でも戻ってくると快適なお家がいつも待ってる、うん、なんていう旅の仕方をされる人にはもう最高の相棒になるんじゃないかなって思います、うんうんうん、確かに、うん、そうね。あと北海道、北海道ね、うん、北海道とか、まあ、東北も一部入るかもしれないけど、まあどこに行っても止められるし、家の敷地だって広いから置いとけるし、うんうん、離れ的にも使えるし、うんうんうん、そんな高速使わなくてもね、あちこちアクセスできるから、うん、移動もそんなにトレーラー引っ張ってても苦にならないから、
だから買ってこのトレーラー買って最初の旅が北海道だったっていうのはあれ本当ベストチョイスだったね。 そうだね、うん、あそこでストレス感じてたら、うん、もっと早く手放してたかもしれない、うん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 、あの知床までずっと行く旅をすごく快適な状態でできたからこそ、うんうん、冬もやってみようとか、うん、次の夏もやってみようっていう気持ちになれたので、うんうん、北海道を旅するのが好きな人たちには絶対おすすめしたい。そうだね、うん、かなと思います。じゃあ最後にね、まずはスミさんから、はい、このキャンピングトレーラー君にお礼の言葉を述べるとしたら。いやー、たくさん旅の思い出を作ってくれてありがとうって、もう本当そこに尽きるかな。ハイエースではできない旅のスタイルをもらった。この空間の中でさ、みんなでそこで料理作って、ここにご飯並べて、絶対ハイエースじゃ作れないような料理を並べてさ、ね、うんうんうん、まるで食卓のように囲んで、ここで映画見て、うんうんうん、で向こうで子供たち寝て、こっちで大人寝てみたいな、なんかそんな過ごし方が、そのね、車旅であちこちで北海道東北いろんなとこでできたっていうのは、本当トレーラー様々だな。そこはすごい感謝したい。そうですね、うん、まあ、我が家の、長いバンライフの中でも、うん、大きく旅のスタイルを変えてくれたというか、うん、快適にしてくれたっていうのはもう間違いなくこのキャンピングトレーラーのおかげだったっていうところでね、うんうん、本当にあの勢いで買っちゃったけど、うん、でもこの2年間、うん、我が家の思い出としては最高の思い出を作ることができました。そうね、ね、だってもしかしたら子供たちこれからさ、もう徐々に旅に来なくなるかもしれない。また2人のさ、バンライフに戻るとしたら、うん、もうハイエースでいいわけじゃないですか。そうだね。そういうタイミングの前に、うんうんうん、4人で2年間このトレーラーを使った旅ができたっていうのはすごい買ってよかった。そうだね、勢いとはいえ、いや本当に、うん、そういう意味での費用対効果としてはめちゃくちゃ高い、うんうんうん、コスパ良かった。そう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 、ね、プライスレス。プライスレス。プライスレスでしたね。思い出が一番大事。うん、まあ、僕の、僕、俺からの俺の言葉としても全く同じことかなと思う。やっぱり俺何度も言っちゃうけど、スキーの旅がね、最高に快適だった。うん、これが一番だったかな、これを買って。うんうんうん、確かに。というわけで、この天然パーマの、トレーラー旅。はい、これにて終了となります、はい、2年間ありがとうございました。また、俺たちがじいさんになった時にでも、もしかしたらまたキャンピングトレーラー引っ張ることがあるかもしれない最後にトレーラーのバックは最後まで苦手でした本当に右に切ると左に曲がるとか、もう本当に嫌。まあそういうわけでね、また、これからハイエーススタイルに戻りますけども、天然パーマの動画ぜひ見てください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、それから高評価お願いします。お願いします。それではまた、バイ。 Dude, that father is 天然permed!